どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今回のね FX の相場解説はまあちょっと時間を置きまして、やっぱりね午後ぐらいにお届けしようかと思います。まあというのが FX オリガルヒの皆様には、まあ、今週の展望ですよね。もう43週になるわけですけども、17日から21日まではどのように考えていけばいいかっていうことを、まあ、17分ぐらいだったかな、ちょっと長めの動画でお届けはもうすでにしておりますんで、そちらをご覧いただきたいんですけども、速稼塾の限定動画をご覧の皆様にもちょっとお伝えしておかないといけないな。今週はね相変わらず止まらぬ円安が続くと思います。だからそこにね介入の、まあ、なんか揺さぶりがあるわけですよ。介入があるかもしれないなというところです。で、私の予想は全然当てにはなりません。というか、誰も予想できないのが介入なんですけども、介入はね、おそらくね、今、10月17日の朝4時半なんですけども、これ、明けの頃とか9時とかにやるんじゃないかなって思うんですよ。それが一つ目のチャンスだと思うんですよね。もう抜き打ち的にやらないとこういうのって意味ないんで。で多くの人がまだ相場をしっかりと見ようとしてない時に大きく介入して、そして揺り戻しが起きるみたいなことをしておかないと、結局ね投機筋って言って FX で稼いでる人間を排除したくて介入とかするのに、FX で稼ごうとしてる人がさらに稼げるような環境を作っちゃうんで意味がないわけですよね。だから投機筋、本当普通の貿易によってドルや円の交換が必要な人に対してではなくって、ただドルや円の取引によって宿を肥やす人を何とかしたいなっていうところで起こすのが大きな意義命題でありますんでね。だからそういうふうな、トレーダーさんに対して生き馬の目をつくようにやってくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、それが大前提です。で今週1週間それが続きますんで、もしかしたら今週ね介入がないかもしれない、でも介入があるかもしれないなっていう仮説をもとに進めていくしかないかもしれないですね。でここでねちょっとね私は進めるわけではないですけども、私のちょっとね、秘密をお伝えしておきましょう。介入に対して、自分だけ利益を取るための秘密をね。例えば今ね、価格が148円の773です。このまんま、円安が進むときに、自然の流れで147円台に突入することはあんまり考えられないんですよ。いや、もっと言ったら146円と言ってみましょう。146円にこのまんま、テクニカルでいくことはないと思いますんで、実はここがミソなんですよ。一つの例えばなんですけども、146円から予約決済でセルをかけておく。幅は3円。好印象しておいて、テイクプロフィットラインも設定しておく。こういうタイマーをかけておいたらどうでしょうかってことなんですよ。介入がドーンとあった場合は、また5円ぐらい動くってことが予想されます。その時には、自動的に146円でエントリーが起きて、142円とか3円で決済が行われるでしょ。だから2円差とか3円差は、ちゃんと取ることができるんで、そこにロットを3とか5とか10とかって入れておけば、これはリスクの非常に低い、ギャンブルができるってことなんですよ。でしかもね、通常は普通のテクニカルでやっておけばいいんで。で、介入が来た時には、お宝をごっそりいただくっていう図も引けますんでね。おすすめするわけじゃないですよ。まあ私がこっそりとやってる方法を、ちょっとここで口を滑らしたってことになります。はい、じゃあですね、月曜日の相場が動いて、そろそろ介入ってものも午前中はないかなって分かったぐらいの時に相場解説をさせていただきますので、月曜日17日はお昼からお昼過ぎぐらいに、実際のこのチャートを使った相場解説がスタートすると思ってください。それでは今回の動画は FX オリガルヒの皆様と速稼塾限定の FX 動画をご覧の皆様にお届けしました。ではこれからもよろしくお願いします。Thank you.